福テレソラネットです。明日の天気だけではなくて、明日の空気感、そしてその空気の下でどういう生活を送るべきかというのをアドバイスする、はいえー、ソラネットでございます。まあなんといっても空気感といえば暑いよねっていう話で。暑すぎませんかちょっと。でもねそんな中でも朝晩はどうですか。はい、朝晩は過ごしやすい。そうだからねこれね実は真夏の気団じゃなくてどちらからっていうとやっぱり大陸からのね初夏の気団なんですが、それがやっぱり暑すぎるので地球温暖化などで、<laughs> はい、それでこれだけ昼暑くなっているということなんです。 なんですよね。うん、じゃあこの暑さいつまで続くのか、梅雨入りいつなのかだいぶ見えてきましたので、はい、お伝えをしたいと思うんですが、皆さん週末本当に楽しんでおられて、うん、もう今日は華やかなんですよ。すごい色とりどりこれ綺麗ですね。アジサイ、<ー>アナベル4輪寺だいぶあの咲いてきました。これ、アジサイです<ー>え、そしてホタルも綺麗。今年ね。ホタルの投稿が結構目立つんですよね。うん、アジサイとホタルを撮影してきました。<laughs> 本当にココパパさんすごいですねアマチュアとは思えないような素晴らしい写真をいつも撮っていただいております、えー、福島競馬場のローズガーデンまだ綺麗だあ、まだまだだ。これ夏競馬まで咲いてくれるといいですけどね持つからどうですか持ちますかねう <laughs> うん、うんどうなんでしょうか <laughs> そして万代山に登ってきました連月筋が鮮やかに咲き誇ってきましたこんなに万代山綺麗な あれなんだツツジが咲いてるんですね、えー、そしてきれいな花といえば鏡石の鳥見山公園ああすてき綾そして真っ白なそば畑大玉村にもそば畑あるんだへえー、きれいですねこれ安達太良山とのコラボでしょうかそして夏野菜じゃがいもきゅうり立派、ね、そして庭先の梅 梅が熟す頃の雨を梅雨と言いますけれども、はい、まさに梅雨が近づいてきているということになります、うん、そしてもう一つこちらの映像をご覧くださいわかりますこれトンボトンボ鬼やんマがいましたこれ脱皮してるんですかそう、えー、浮化してる過程だと思うんですが、はい、これねこういうことわざがあるんですよ トンボがたくぶん羽化<ー>するときって晴れてるときに羽化するトンボが多いので、晴れているときに羽化するといずれ雨が降るっていう、<laughs> そういうこと <laughs> 多分そんな感じのざっくりしたことわざなのかなと思いますが、うん、え天気下り坂でですね、まあ、あのこのことわざ通りというわけではないんですが、えー、これから下り坂で明日崩れそうです、この崩れようは後ほど詳しくお伝えをしたいというふうに思います。さあそしして最高気温なんですけども、はい、今日上がりましたね 福島30.7度、伊達市柳川31.6度で、今年一番だったんですが、すごくないですか、これ、ニューデリー、びっくりしちゃった、私も今見て、47度、そもそも梅雨っていうのはですね、日本だけの現象じゃなくって、はい、日本から朝鮮半島、中国、そして南アジア、この4000キロにわたる、実は現象なんですよ。 つながってるんですじゃあなんでまずインドでですね大雨になったのかというとちょっとこのインドに注目なんですが今年ですねこのベンガル湾とかインド洋が非常に水温が高いんですねここで,ここで低気圧ができます水温が高くて雲ができるんで、うん、低気圧ができればどこかで高気圧ができますよね。ということでこのインドの北東部で 高気圧が強まっってて異常ななな暑さにいいるととうことなんです、うん、では、じゃあこの梅雨前線、インドではモンスーンなんていうふうに言いますけども、これがいつ北上してくるかなんですが、そう、湿った南風がだん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 強まってきてる、ここにきて、はい、なので、この梅雨前線、だん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 上に上がってきます、うん、そうするとやっぱり、こっち側の梅雨前線もその南風に押されて、上がってくるんで、はい、そうなんです、いよいよアジアの雨季が本格化するということになります。うん で皆さんニュースなどで明日西日本で線状降水帯予報があの出されている警戒が呼びかけられていますが実はこれもですねインドシナ半島とかインドの方から来る湿った風とそして沖縄の方からくる湿った風がぶつかり合ってえ実は明日西日本の方で記録的な雨になるのではないかということでつながっているということなんですよね。明日はは本州でで大雨雨のののとととこころもありりいいうことにななますでは福島の雨どれぐらいなのか、はい ちょっと想像していただきたいんですが、明日こんなふりになります。どうですか小川さん、こういうふりうー。細かい雨で。ざっと降ってるんだけど、うん、でも災害が起こるほどでもないんですが、はい、でもワイパー降るになってましたよね。うん、明日の雨はこういう雨です。ワイパー降るの雨。ただ、し、災害発生のリスクは小さい。 これぐらいの傘だとねちょっと濡れちゃうかもしれない<ー>夕方結構ねもっとこれよりもちょっと強度が強まるかなというそういう感じの予報になりそうです、はいはい、この辺りより詳しく見てみましょうか明日午前9時です朝しとしと雨です小川さんしとしと雨なんで明日は あ,のあれですね傘をしっかり持ってバスで来るとかあそうですねもう濡れちゃいますからね自転車通勤とはちょっと難しいかもしれませんねんそして本降りになるのは午後なんですが、はい、ちょうど梅雨前線上に低気圧が発生しますのでこの北側、いわきの周辺白川東白川の周辺でザーザー降りになるそして夕方になるとご覧のように抜けていきますので明日のちょうど今頃は雨も上がってくるのかなというところですね。じゃあ雨量はどうなのか 雨量はですね。この赤いところこれ40ミリ以上紫が50ミリ以上なんですが、これぐらいだとまだあの災害は発生はあのリスクは小さいですので、あの強い雨になるけれども、災害が発生するほどではないというのが明日の雨です。はい、でもまあねまもなく梅雨入りなんで、うん、そろそろ皆さん身構えていただきたいと思いますね。ね、はい、え、梅雨入りがいつなのかはえこの明日の天気終わってからズバリ。今日はズバリ予報できます。大丈夫かな？明日の天気です。<laughs> えー、一日中ひとひと雨ですね、えー、北方北塩原は朝7時ごろから雨なのかなということで曇りのち雨の予報になりました南部ほど雨量がまとまるということになりますそして気温に注目なんですが福島盆地の周辺見てみましょうか今日30度以上ですよああ明日は20度そうすごい寒くなる、うん、だから30度感じた後の20 20度だから まあ、空気がひんやりどころか、肌寒く感じるのかなと思いますね。はいうん、で、気圧も低くて、しとしと雨なので、こういう時が一番嫌なのが、気象病が出やすいんですよ。うん、そうですね。古賀さも出ますよね。はい。えなので、まあ、あの服装の調節だとか、あと薬を飲んだりして、皆さん対策をしていただきたいと思います。えー、そして、中通りの中部です。えー、朝から午後六時頃まで、こちらはほぼやみまなし。まあ、いわゆる。 まあね久しぶりの雨なんで嬉しいところではあるんですけどもなんか嫌な感じだなっていうそんな天気になりそうですね <laughs>、はい、草花には恵みの雨ですえそして、えー、中通りの南部です県の南部はザーザー降りになります今のところ夕方は1時間に10ミリぐらいですからワイパーフルでえー、しかも足元が濡れてしまうぐらいの雨が明日予想されていますそして浜通りです 明日は波も高くなりますので、ちょっと量などは難しいかもしれませんね。総雨量はこちらの方多いところでまあ五十ミリ以上えというところになります。今日までの暑さで熱中症が非常に多く出ました。こちらご覧ください。先週の十日から昨日までで五十五人。で、この十年の同時期では最多ということになったわけなんですが。 ちょっとね皆さん気をつけていただきたいのは明日寒くなるって言いましたよね、はい、明日寒くなるんだけど、ちょっとこの赤いラインに注目です、うん、明日一いったん赤いライン下がるんだけど、はい、木曜日見てください、上がってきてます、ね、上がってきてきますよね、うん、で18度、これに15度プラスすると最高気温になるから、つまり33度の熱波ということになります、つまりあさってから熱波第2波がやってくるということになります。うん えー、ということなので災害リスクはこちらになっておりますあさってから21日金曜日にかけて30度超また熱中症リスクが高まると、うんえー、いうことになります、はい、さあそして梅雨入りなんですけれども、えー、こちら見ていただくとやっぱり熱波が来るとき中国発の熱波が来るときは水、木、梅雨前線下がってますけど、うん、週末どうですか上がってきてますね上がってきてますよね、うん、でこれで3日連続なんか南岸に停滞してるんですよズバリいきますよ ズバリちょっと怖いんですが二十二日土曜日に梅雨入りなんじゃないかともうズバリ言っちゃいましたけれども、これでも予報官が決めることですからね <laughs>、はい、基準がないんでちょっと難しいところではあります周回報ですもうね天気マークがでも明らかに変わりますよね、うんえー、水木金は今日のような暑さが待っていますそして土曜日日曜日雨の量はそんなに大したことないのかなというふうに見ております一区はこちらサミダレの 熱気冷ましはつかの間に福テレ、ソラネットでした